アントニカバは、カタルーニャの画家である、主に肖像画を描いた、バルセロナで生まれた。1850年代に、バルセロナのジョッチャ美術学校でプラネリアや、パウミライ・フンタナルス、クラウディ・ロレンサレに学んだ。カタルーニャの政府から奨学金を受けて、マドリードの王立産フェルナンド美術アカデミーで、フェデリコ・デ・マドラーソに学んだ。1864年のスペインの全国展に出展し、 作品の一つがスペイン政府に買い上げられ、プラド美術館に収蔵された。しばらくパリに留学し、シャルル・グレールの指導を受けた。1874年にコンペティションに勝って、ジョッチャ美術学校の教授に任じられた。1887年から1900年の間は校長も務めた。 肖像画家として高く評価された。バルセロナのリセウダ劇場や、個人の邸宅の装飾画も描いた。ありがとうございます。